皆さんこんにちは、お元気でいらっしゃいますでしょうか。ペースでございます。サンオクシーレブンのねパープキット決戦制覇モードね、また続きやっていきましょう。で今回はこちら優勝集結ですね。でこの時と論客と一緒でね、サジが召喚した天下の優勝を向こうに回し、張飛が一騎打ちの腕を試す戦い、関羽、馬長、巨長ら並み居る豪傑を自慢の打鉾でねじ伏せようと。全ての敵を倒した時、本当の敵が姿を現すと。さあ行きますせふわー、眠いなあ。仕事を抜けてきたのはいいけど、どうにも暇だ。ふむ、チートばっかし腕を鳴らしとくか。まこんなもんかな。だいたいこの最強である張飛様にかなうやつなんか いねえしな。あ、サジさん出てきた。ほっほっほ、何を言うとる。主、両夫には勝てんかったではないかと。貴様何者だ、いつの間に現れた。ほ、何を言うか、主がここに来てよりずっと目の前におったぞいと。にしてもお前さんあれじゃの、自分より強い者がおったくせに最強とは笑わせてくれるの。何を、いや、それどころかカオにも負けるかもしれんの。が、てめえ、人がおとなしく聞いていれば勝手なことほざきやがって。あれだぞ、俺様が本気を出せば呂布だろうが兄貴だろうが軽くひれてやるぜ。ほうほう、大した自信じゃな。ふむ、面白い面白い、ならば実際にやってもらおうかのと。これより我が砲術で古今東西の強者を12人召喚するゆえ、それと一騎打ちしてみよう。もし口先だけでないなら全員を倒してみるんじゃな。はっ、面白え、望むところだ。昆虫長、とっとと呼んでみやがれ。では今から召喚を行うぞ。むむむむむむか。よし、召喚成功じゃ。ここに12人の強者が揃った。まず対戦者5人が選ばれる。その中から戦いたい相手を1人選ぶのじゃと。おう、そんで俺様が勝つとどうなるんだ。対戦者1人補充され、再び5人の中から戦う相手を選ぶことになる。そうやって最終的に12人全員を倒すことができたなら最強を名乗るがよかろうと。おう、分かったぜ。まあ始める前から最強だけどな。このような段取りを踏むわけが分かっておらんようじゃの。戦う順番を考えるのが重要なのじゃ。まあよい、行くぞ。戦う相手を選ぶがよいと。さあ誰から行こう。でもね、最初にちょいと強めをやっておく方がいいと思うんで、大使だ。はい。孫作軍一の使い手、大使じゃな。北海で会ったことがあろう。今度は敵じゃて覚悟するんだな。では大使図をいざ出て戦うのだ。大使時儀でいいのかな。ここにあり、さあかかってこい。遠慮はいらねえと。さあ行けーと。これはね、攻撃重視でいけるみたい。まあこんなもんだろうと。見事ないそれがしの負けであった。うん、知らん中でもない。このなんだっけ、なんかもらいましたね。ふむ、よくぞ勝利した。次の戦いの前に少しだけ体力を回復してやろうと。ただし今回でなんだっけこれね、少なめやと言ってますね。さてと、なんとか初戦を勝利で飾れたの。まあ初戦で終わっては目も当てられぬ。勝ってくれって何よりじゃった。では次の対戦相手を選ぶがよいと。次はね、あ、これも武力低い、ちょっと長領さんでいきましょうね。
曹操軍随一の優勝、長領じゃな。その部は呂布譲り、泣く子も黙る豪遊っぷりじゃの。では長領よ、いざ出てくるがよい。覚悟はよいか、いざ尋常に勝負。抜け抜けない。はい、ということで長領さん撃破。まあこんなもんだろうと。よくぞ勝利した、次の戦いの前に体力を回復してやろうと。およーとさあ次はどうしようかな、ちょっと強めやっときましょうかね。趙雲さん、劉備軍五個将が一人、趙雲か。うん、正真正銘の初対決じゃの。趙藩英雄決定戦じゃ。では趙雲よ、ここに参れ。張飛殿、真剣勝負です、共に頑張りましょう。いいですね。さあここはもうちょっと本気になるんで防御重視でいきますよ。よし、いくぜ。さすがは張飛殿、思ってた以上の強さです。この成功の剣をお持ちください、今後戦いで必要になるでしょう。さあこれでね、また体力ちょっとだけ回復ね。ふぶ、よくぞ勝利した、次の戦いの前に少しだけ体力を回復してやろう。ただし今回は成功の剣を手に入れたので回復量も少なめじゃと。さあこっからはね、文殊さん行きましょうか。炎将軍の二枚看板の一人、文殊じゃな。何度か戦場で相まみえておるが、今回が初対決じゃの。では文殊よ、出てまいで。お前を斬って我が武名を回復してみせようぞ。めっちゃ減った。シャーとね、くそ、やはりかなわぬのかとね。では体力回復してもらって、さあ次は宝徳さんやね。曹操軍屈指の優勝、宝徳か。関羽が戦った相手なら負けるわけにはいかんの。では宝徳よ、いざ出てきて戦うのだ。宝黎明ここにあり、いざ尋常に勝負。
おお、倒した。まあこんなもんだろうとね。さすがは猛騎殿と、互いした男ね。その強さ本物だなと。猛騎さんと馬長さんのことやね。さあ体力回復。次はかん、あ、甲冑さんだ。はい、ご故障が一人甲冑じゃなとね。主なら知っておろうが、年寄り扱いすると痛い目を見るぞと。では甲冑よ、ここに参れ。我が弓の上、長飛殿に見極められるか。やるの長飛殿と。ではこの妖遊記の弓だっけ。これ偽退却ですよね。さあ、次はカネさんね。孫権軍の切り込み隊長カンネじゃな。主はあまり知らんじゃろうが、勇敢とはこの男のための言葉じゃとね。では関連よ、いざ出てきて戦うのだとね。お互い口で語るより腕の方が得意だろう。さあかかってこい。声と声返しそれになってきた。いけー、どけどけー。おー、一発か。ナイス。へへへ、勝ったぜとね。やるな、噂以上だ。機会があったらまたやろうぜ。次は負けねえからなと。オッケー。さあ次は、あ、官僚さんが出てきましたね。炎将軍2枚看板の一人官僚か。関羽が一撃で勝った相手には負けては立つ瀬がないのと。では官僚よ、いざ出てきて戦うのだと。今日疲れるならいざ知らず、真っ向勝負なら負ける気がせんわと。これも一発やと嬉しいけどね。ないやろな。あー、ないね。はい、関羽に続き張飛にも敗れるとはとね。さあ立て、これでだいぶ回復したはず。で次は店員さんですね。そうの護衛悪来こと店員じゃな。その剛腕無双はもちろん10歩で当てる単戦でよかったんだっけな、の名手じゃなと。では天よ、いざ出てきて戦うのだ。そう簡単に倒れると思うな。行くぞと。95だと一発当たるからな。
これであれも入るのかな、そのく、これほどの男だったのはな。お、入んないんだ。さあ、次は巨長さんね、曹操の護衛ね、こっちでいいんかな、こと巨長だな。艦中戦では酔っておったが、今度は簡単にいかんと思え。では巨長よ、いざ出てきて戦うのだ。今度は今度は体調も万全だ、決して遅れは取らんぞと。回復できんのかな、そこが心配。覚えてない。く、一度の、ま、ならず二度までも無念ね。さあ残り2人で、この後呂布さんが出てきますね。この2人勝てば。さあ五胡将軍筆頭カオンかね、武士が序南で勘違いして以来兄弟対決いったところかの。ではカオンよ、ここに参れと。兄としては負けるわけにはいかん、張飛覚悟せよ。兄たちの山へ見せてもらおうとね。やっぱりそうですね。シャーっとね、さすがだな張飛、それでこそ我が弟だ。選別代わりにこの青龍円月刀をね持っていけ、今後の戦いに役立つ。さあ今回はね手に入れたんで回復量も少ない馬長さんとの勝負になんとか。さあここでいきましょう馬長さんね、今度は誰も止めん、納得いくまでやり合うがよいと。では馬長よ、ここに参れ。あん時の続きだ、今度こそ決着をつけてやると。結構減ってるな。でね、馬長さんって確か全回復するはずね。むむ、こんなはずでは。だが負けは負けだ、張飛殿、体力を全開させておこう。ただし必ず最後まで勝ち残ってくれ、それがしより強い男が2人いても我慢はならんからな。ふむ、本来ならここで体力を回復させるのだが全開しておるのでいらんのの。およと、
さてついに12人全員を倒したな。いやあっぱれあっぱれ、面目躍如といったところかの。へ、当たり前よ、この張飛様にかなうやつなんざいねってこった。ほ、よく言うわ。じゃがさすがの主でも気づいておろう。本来12人の中にいるべき男がそこにいなかったことにの。まあな、おいしいものは最後ってところか。そいつは結構。では期待に応えて最後の相手を選ぶとするかの。三国志最強の男呂布、いざ出てまいれ。うん、下郎が貴様の顔なぞもう見飽きている。どちらか上がここ今ここで決着をつけてやるぞと。さあ頑張りましょう。強えなやっぱり。これで終わりだ、呂布。ちぐわ、バカな、俺が負ける。ぐぐぐぐわーっとね。しゃあ、俺様の勝ちだ、バカ野郎。うん、まさか本当に呂布まで倒してしまうとはの。正直、主を侮っておった。いや、見事、あっぱれ。は、だから言ったじゃねえか、俺様こそ最強だってなと。じゃがそれも三国志の中での話。最強なのかには避けては通れぬ男がいるぞい。最強最強と言いながらその男と戦うだけの勇気が今の主にあるかの。なんだと面白え。俺は逃げも隠れもしねえ。誰の挑戦でも受けてやろうじゃねえか。うむ、では主にはそのまま連戦となるが、対戦相手を召喚するとしようぞ。力は山を抜き、気はよう天に滅ぼされし清楚の覇王、中国史最強の男鉱石いでよ。この鉱を差し置いて最強になろうとは思い上がりも甚だしい。その罪万死をもって償ってもらうぞ。全然解放しちゃうこれ。うわーこれきっつ。おお、暗記か。うりゃうりゃはっ。うった、いけるいける。連撃食らう前に耐えて耐えて耐えて、いけるいける。よし、来た。ウェイ。あーよかった、一発クリアやった。もらった。見事だ、貴様ほどの男が出てくるとは。この世も捨てたもんではないな。ガフ、お前の勝ちだ。その名永久に覚えておこう。おうよ、エンジン張飛様の名忘れるなと。ほっほっほ、まさかあの鉱石も打ち倒すとは想像以上だったぞと。主こそまさしく天下無双最強の男じゃな。へっへへ、そうだろうそうだろう、もっと褒めてくれとね。うむ、この先も主の活躍が楽しみじゃの。ではさらばじゃ。ということで、クリアですね。さて腹も減ったし帰るか、今日の酒はうまそうだぜと。で、あれ結局あのじいさんって何者だったんだと。まあいいか、それよりも酒だな、酒。さあよかった、うん、結構ね
使うとかあるんですけどね、一発でいきましたね。さて、ラストこれですね。次がね、逆速討伐戦というのが次回に待っております。では今回はここで終わります。ありがとうございました。それではさよなら。